和田明子も見放した小島瑠璃子、佐塚離婚、報告岩田貴則や福祉相太の元カノ小沢美里の別格すっぴんサウナ姿2023年8月、お騒がせ美女の事件簿を襲った今年の夏、本サイトでよく読まれていた記事をプレイバック8月配信の人気記事の中から、今回はお騒がせ美女たちの事件簿を振り返り タレントの小島瑠璃子自身のインスタグラムを更新。第一子を妊娠していることを発表した。いつも応援してくださってる皆様へ。ご無沙汰しております。小島瑠璃子です。この度新しい命を授かったことをご報告させていただきます。と報告。そして、今回二人で産婦人科に通い。 検査を重ねながら先生方のご指導のもと妊娠することができました。とても嬉しい初めての妊娠で不安も多いです。現在安定期に入りましたが、出産まで油断はできないと思っておりますので、引き続き無理せず、心身ともに安静に過ごして、いければと思っております、と綴った沢の方に私の意見を尊重していただき、芸能活動を休止させていただいております。 このような状況の中、指示でお騒がせすることはご迷惑と思い、妊娠を含めたプライベートのご報告をすることを控えておりました。週刊誌による報道があるとの知らせを受け、皆様に私の言葉で伝えたいと思った次第です、と状況を説明した。小島は、5月15日配信の文春オンラインに2歳年下でサウナ事業をメインに手が3月。 時点ですでに結婚していたことが報じられた。この報道を受けて同月19日、ドキュメンタリー映画、再会兆候』の舞台挨拶に登壇した小島は、指示なんですけれど、<告>先日、会場からは祝福の拍手が送られた。ところが、かつての所属事務所の大先輩で芸能界の恩人でもあるはずの和田キ子、73期が、 あまりにも淡々とした言葉と態度で祝福したことが5部ではな和田はラジオ番組、ゴッドアフタヌーンあっこのいい加減に1000回、日本放送に出演。こじるりはホリプロを辞めてしまって、私はもう中国行ってるもんやばかり思ってますから、と現在は連絡も、どっちにしろ結婚って幸せなことやからね。それこそ末永くお幸せに、と、 あまりにもあっさりとしたコメントに終わったのだ。小島は中国進出に意欲を示しており、2022年9月にすべてのレギュラー番組から持ってかつての所属事務所からも退社していた。民放ー局関係者は明かす。実は中国留学、結婚を発表した5月の時点で、すでに前の事務所の関係者そうなんです。結婚します。 実は妊娠もっと。そんな小島さんは自分で中国留学や中国でのビジネスを検討し、進めていると言いますが、その強引なやり方。